ステージガン。ステージガンとは映画や演劇等で使用する小道具としての銃砲である。おおよそモデルガンや国によっては日本国の銃刀法で定義される模造銃と動詞のものと考えてよい。国によって利用できるステージガンの種類や機能がその国の銃器に関する法律に比例するため様々な形態のものがある。 ステージガンという呼称は、主に日本で使用される故障であるが、英語圏では、正確に表記する際は、ステージプロップス、ブランクガンズや、ステージプロップフェイクガンズといった表記がよくなされる。主に映画や演劇で使用する大まかな道具として、ステージプロップスもしくは単にプロップスという言葉がよく使われ、発火する小道具の銃器には、ブランクガンズという呼称がよく使われる。 したがって、ステージガンという故障でも特に問題なく通用するが、その故障自体を間違えた際に特に大きな問題になるようなものでもないため、使用される用途などで故障が、下記のように変わる合わせがあるという程度の認識で特に問題はない。一言で、ステージガンと言っても、その使用するシーンによって大まかに二つの種類に対別される。ブロップガンとは、 映画の撮影や演劇などで俳優が銃撃戦を演じるときリアルな発射演や動作機構を必要とされる際に使用されたり演出上その銃を構えた近景撮影などで銃を構えた俳優とのコラボレーションでの格好良さを必要とする際にリアルな外観を必要とするときに使用されるものである。主に日本ではモデルガンやエアーソフトガンのような外観的に 本物と見孫ばかりの日本製遊戯獣特有の性質を利用して、それらを撮影用に、銃刀法の許す範囲で、発火機能などを撮影用を改造されたものを使用する場合が多い。最近ではさらに発火演出を効果的に見せるために、CG などを合成する場合もある。日本映画創世期には、警察官立ち合いの元実銃が貸し出され空報道で撮影したり、 所持許可を持った出演俳優の個人所有銃器が撮影に使用されていたこともあった。高倉健主演のエキステーションでは数々の実中が画面に登場し迫力を出すことに成功していい。ハリウッド映画など銃器規制が緩やかな国で使用されるクロップガンは空砲発射補助具なしで空砲のオートマチック射撃を可能に改造された。 実注を使用するのがほとんどである。弾薬としては弾丸の装着されていない実報の薬莢の先端を潰したものやゼリーや紙などで薬莢の先端を埋めた空砲を使用する。また、ほとんどのセミフルオートマチックの重機は発砲時の反動や燃焼ガスを利用して弾の再装填を自動で行う。しかし空砲では 弾の再装填に必要な反動やガスが、実弾に比べて少なので、通常最初の一発撃てば薬莢が詰まって撃てなく、なってしまう。そこで、重口内部付近にチョーク、あるいはレジストレーション、抵抗と呼ばれる、小さな穴の開いた詰め物をねじ込み、ショートリコイル等のロッキング機能を解除するために、チャンバー付近を削る、等の加工を施したりする。こうした、ステージガンが、 重口側から撮影された場面では、重口の中に詰め物が見えていることがある。火薬なども実銃と同様のものや、発火演出向上のため、マズルフラッシュが効果的に出るよう調整された特殊な火薬を使用する、にそれ以上のものを使用する場合が多いため、至近距離で発射する撮影などでは、発砲時に飛散するゼリー等の軟体物のカスや、 その強力な発射円やガスなどで怪我をする俳優も多く、事実死亡事故も発生しているので取り扱いには注意をいる。米国ではこういったステージガンを専用に制作するラボが数多くあり、古今東西の実銃をステージガンに改造して在庫し、中には SF 映画などで使用される銃などを特別に設計制作してしだすなどをしている。英語圏では特に発火する。 撮影用重機に関しては、ブランクガンズ、ブランクガンという形で区別される場合がある。映画の撮影などで、俳優がアクションシーンを演じる機は、手に持った銃を放り投げたり、グリップで相手を殴るような演出が必要とされる場合に使われる合成銃脂、ゴム製と称されることが多いが、厳密な意味での天然、合成ゴムが素材ではないことも多いの、ステージガンである。 前述のような演出を行う場合、通常のプロップガンを使用すると貴重なプロップガンを破損させたり演者を死傷させたりする可能性があるため、安全上の理由により使用される。このラバーガンが使用されるシーンは、基本的に動きが速く、銃自体が注視されるようなシーンはほぼ皆無なので、基本的には非常に粗い作り、一見して銃に見えれば良いであるが、 型取り複製の技術が向上してくると、刻印まで、刻明に複製、成形されたものも存在する。基本的な製造法としては、元となる、プロップガン、実銃を直接型取りする場合もあるおシリコンなどで、型取りし、完成した型に樹脂を流し込み、硬化後に型から抜き、バリ等を落として成形し、必要に応じて、塗装。 木製のグリップや重症部分などを表現するして完成となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。